今日はあのダヴィンチコードのね3回目であの歩行という形で,ですね今までダヴィンチコードのすなわちダヴィンチの絵のですね一貫したテーマとして「性根という概念がまあずっと出てきたということで,でそれはあの中世では錬金術と言われたということですね。 あのまあ、そういう説明でずっとやってきたんですがあのもう少し錬金術ということについてですねあの非常に誤解も多いですから具体的に話をしようということであのもうレオナルド・ダ・ヴィンチの絵とかそれからダ・ヴィンチコードっていうようなことの内容ではなくてですねあの今回はあの錬金術そのものにですね光を当てて解説をしたいなと思っています。 であの錬金術といえばあのここ、ね、聞こえはいいんですけどあの結局は性根といういわゆるあの性の問題を扱うことになりますのでそこがまあ話すが難しいということとそれから定時の錬金術と公時の錬金術があるということですねその2つを一緒に話をすると非常に混乱が起こるということで、えー、分けないといけないと。 なぜ定時の錬金術と高時の錬金術があるかということなんですけれどもそれは霊的な進化のの段階とととといいいうのと密接に関係があるんですすそれをちょっと説明したいと思いますこういう霊的な進化の段階というのがあります。であの進化の段階を数字で表しているものがありましてこのキリストの誕生という段階に到達した場合の進化段階1.0なんですね。あと洗礼の段階に到達したら2.0とこういうふうな形になっています、え。っと 人間の平均的な進化のレベル、零点二ぐらいです。二三、零点二とか零点三ぐらい。この辺ですよね。ですから、あの、この下にゼロっていうのがあるわけです。ゼロから一点ゼロに上がる、ここの段階のことを定時の錬金術と言います。当然、一点ゼロから二点ゼロに上がる。ここの段階の錬金術があるんですね。これが工事の錬金術なんです。えっと、これはですね。 あの最初の方があのミトラ教のですね、異界を示しているものなんです。これはね、何を意味しているかというと、えっと、これはですね。ここの部分なんです。ゼロから一の段階ですね。これを七つに分けてるんです。で、あの要するに、ミトラ教で、あの最高の段階、異界に到達したということで。まあ、司祭という形なんですけど、これ一点ゼロって言うんで。あのキリストの誕生というここに到達したということになります。で、下の方の、これ、あのエジプトの異界システムなんです。 兄弟団ということになってますけどね。で、兄弟団の第一テストに合格し、最初の総合、誠実を授けられる。それはここです。零点一という。全く同じです。よろしいですね。全く同じように言って、最後。七番目、第七テストに合格し。神殿の紫のままで、最高の称号、キリストを授かり。勝利者として神殿を去る。これが一点ゼロなんです。異界のシステムとして。よろしいですね。 ですからエジプトにしてもミトラ教にしてもレベルとしては低いんですすねねものすごく、ね、あのこういう兄弟団って秘密結社があってそこでこういかどんどん積んでいくんで修行するんですけどねだけども到達した最高地点あのエジプトでキリストと言われているのはあくまでキリストの誕生というねあのそのひらめききらめきが誕生したっていうこのレベルで1.0を象徴しているわけでこれから先が長いです。 ですからあのキリスト教いわゆるローマ・カトリックプロテスタント・カトリックですよねそういうもののいわゆるあの復活であるとかあのそういう、まあ、いわゆる「エコーっていう「改心」とかねっていう形であの生まれ変わったっていうのは全部ここのことを言ってるんですそれからあの浄土真宗にしてもねそうで改心したということですよねそういうようんであの仏に救い取られたっていうのは実はこのレベルを言ってるわけです。 で空海はですね新華大学2.0の人なのでこのレベルの人なのであのここからここは密教なわけですねこっからここは謙虚な謙虚があの扱っている分野でこっからここは密教が扱っているだから空海は密教は謙虚よりも一つ上だということをはっきり言ってますわね。で本当にその通りで密教を行じて到達成すると2.0という段階に到達できるというそういうことなわけです。で 明らかに密教はその時に錬金術を使っているとあの前回の講座これ,これですね聞いていただいた人はこの6番目のところイエス第6のテストに合格し聖愛の称号を授けられるとここを詳しくあの紹介しました。で実はこれはですねミトラ教という全然エジプトの宗教と違うところでもう6番目を見てください解説があります。第6議会ででは太陽のの光線の下でミトラ ミトラというのは救世主ですわね。ミトラの意識と一つになります。ミトラとの霊的聖婚です。やっぱやっぱり聖婚なんですね。ここはね。面白いですよね。これキリスト教と同じなんですね。あのイエス、なまりキリストだけが男性で、あの信者はみんな女性だと思われているので取られているので、あのキリストとの聖婚という形になって、で花嫁と呼ばれるわけですね。あの信者たちはね。じゃあ、えっとこれじゃあちょっとよくわからないですね。あのやっぱり非常に神秘的なベールに包まれています。 でそれであの少し具体的なレベルでちょっとここを見てみましょう。